ああ、脳が弱ったな。そういうふうに思うことはありませんか？以前はできたことが急にできなくなったり、以前は覚えていたことが覚えられなくなったり、そういう時私たちは脳が衰えているのではないかと心配になると思います。実際、脳が少しずつある程度年齢とともに機能というものが弱ったりということがあるわけですね。例えば有名なものに軽度認知障害という認知症のちょっと前の状態の方もいらっしゃったり、あるいは病気ではなくても少し前に比べると脳が弱ったなというふうに思うこともあるかもしれません。軽度認知障害は正常と認知症の中間の状態で、年間10から30%が認知症に進行すると言われてるんですね。定義はいくつかあるんですけれども、認知症ではないんですね。これから説明するような内容もそれに含まれます。今日はこの脳が弱ったような症状というのは要注意、あるいはこういう症状はあまり要注意ではないという話、特にこういう症状が出始めたら、ちょっと脳が弱っているのかもしれないというふうに気をつけて、そういう時にもいろいろ生活習慣を考えたり、食事や運動をしっかり行ったりとか、あるいは他の病気というのを避けたりすることで、脳が弱ったりするのをこれ以上進行するのを抑えられますので、そういう方法も含めてですね、こういう脳が弱ったと自覚するような症状10があると要注意という話で、今日は皆さんにお伝えしたいと思います。やっぱりね、ある程度年齢重ねると多少弱ったりしたなっていうふうに思うことあるかもしれませんけど、でも異常じゃないものもありますので、でご心配なく、こういう症状だと注意が必要ということに関して皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、まず1つ目なんですけども、1つ目は最近のことを忘れるということなんですね。ただここでまず大事な注意言っときますけども、ここからがおかしい、ここからが正常ということの、こうしっかりこの1つの線で区切れるようなものがあるわけではないんですね。多くの場合、それはグラデーションなんですね。なので、たまに度忘れしたりするようなこと、これはあまり心配がないということになります。一方で、毎回、あるいは頻繁にこういう症状が起きてくるような場合、そういう場合は注意が必要なんですが、まず一つ目の症状として、最近の記憶、短期記憶とも言いますけども、そういうものを忘れるということがあるんですね。で、よくある、あれ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 、あの人って言って名前が思い出せなかったりとか、あるいは決まっていた予定をど忘れしたりとか、そういうものを、特に単発だったりとか、何ヶ月に1回かぐらいだったら大きな心配は一般にないとは考えられます。そういうのが頻繁にあるようだったら、認知症とかその他精神神経の専門家にかかってみた方がいいですけどもね。しかし、一般的に頻繁でなくそういうことが起きるのは心配ないと言われています。しかし、日常的に直近の出来事ですね、というものを忘れたりする。有名なのは食事の内容じゃなくて、食事したこと自体を忘れるということがありますよね。そのためよく認知症になっている方は、あれ、まだ食事食べてないんだけど、そこからそういう妄想というか認識というのが強まっていくと、もう全然うちの嫁が食事作ってくれないとか、家族が食事作ってくれないみたいな、そういう話になってきて、いろいろ難しくなってくると。で、例えば認知症で言うと、周辺症状と昔は言いましたけれども、行動心理症状と最近は言いますよね。そういう、なんでこうなのか、この認識に基づいて、いろいろ妄想を募らせてしまったりような、そういう症状が現れたりすることがあります。で、特にこういう短い記憶を忘れることで有名な病気、とても有名な病気ありますよね。それは、アルツハイマー病ですね。アルツハイマー病は、特に脳の中でも、その短い記憶、短い期間の最近の記憶ですね、短期記憶と言いますけど、それを蓄えておく海馬というところ、これが萎縮してしまったりなどして、この短い間にあったこと、最近にあったことというのを忘れるようになるのが一つの特徴です。もう本当にそうですね、かなり病気というのが進んでくると、全くそういう予定というのを新しく覚えたりするのが困難になったりとか、あるいは同じ質問を何度も何度も繰り返したりするようになるわけですね。同じ質問何回かすることって誰でもあると思うんですけど、本当に脳が弱っている状態、例えば認知症等になっているような場合だと、本当にね、もうずっと同じ話を繰り返したりすることありますけど、これはおそらく直近の話を忘れてしまっているので、そのようなことになるわけなんですね。こういう最近のことを忘れる、それが頻繁になるということが一つ目の特徴としてあります。こういう症状が出てると、ちょっと脳が弱ってるかもしれないということで注意しなければいけないわけですね。最後にまた、ではどうしたらいいのかというようなお話もしたいと思います。ちなみにこういう症状が出た時は、
まずはちゃんとメモしたりとか、これはもちろん紙でもいいですし、まあ最近だったら電子機器に残したりするような方法もありますし、あるいは身近な人、家族の力を借りてそういったものを覚えたりすると、まあ、いうようなことが対処法の一つとしてあります。それで二つ目なんですけども、二つ目は問題の計画あるいは解決に関する問題ということなんですね。で、確かにだんだん脳が弱ってくるといろいろ計画したりするっていうのは疲れますよね。もうなかなか若い自分のように何でもかんでもいろいろアイデアっていうのが出てきて、いろいろ計画して予定を組んでみたいなものが億劫になってきたりすると、もうなかなかもうめんどくさいのでそういうのができないという、そういうこと自体は決しておかしいことじゃないんですね。あるいは時折、例えば家計簿とかつけてたりとかして、そういうものを管理してるときに、まあ時折ちょっと間違いを犯しちゃったりとかする。まあこういうことに関しては、それほど異常とは言えないんですが、そもそも予定を立てたりとか、計画を立てたりするのが困難になったりしてきているとき、こういうときはちょっと脳が弱っている可能性があるんですね。これはただ元々、との変化というのも大事で、もともとは割とちゃんと自分で予定を立っていろいろ出かけたりとか行動されていた方が前と変わってきているということが要注意なんですね。もちろん自覚症状があれば対処しやすいんですけども、自覚症状があまりない場合は周囲が気がついてあげる必要があったりする場合もありますよね。計画を立てて、例えば旅行の計画とかを立てて、まあ、それを実行したりする能力とか、あるいは人によっては計算に問題が生じる場合もありますよね。時折計算間違えたりとかは問題ないんですが、やっぱり脳がかなり弱ってくると頻繁にそういう計算を間違えるようになってきたりしますので、そういったところで区別ができるようになってきます。あと基本的になんか自分たちって長い間やってきたことってそんなに間違いないんですけど、やっぱりいろんな方の話を聞くと、私は老年科の専門医もしてますので、まあ、老年期の方たくさん拝見するんですけど、これまで割とやってきたことってそんなに障害されないことが多いんですけど、これまで自分が結構やってきたことが同じように遂行できなくなったりした時、こういう時というのは脳が弱っていることに注意しなければならないということになります。例えば処理してきた家計の処理というのが、まあ、急に難しくなってしまったりとか、まあ、家業をやっているような方はそういう家業ですねが難しくなったりとか、いろいろそういう今までできていたことが、まあ、急にできなくなってきたりするとき、こういうときは注意が必要ということになりますよね。あとできなくはならなくても、そのことに集中するのにとても時間がかかって、以前よりも物事を行うのにはるかに時間がかかったりするというのも、それもその範疇に含まれるんですね。計画したりとか予定を立てたりとか、それに従って行動したりとか、あるいは問題を解決したりすることが困難になる。こういう時は脳が弱ったということに注意しなければいけないということになりますよね。で、実はこれ3番目でもあるんですけども、その3番目がおなじみのタスクを完了することが難しくなるということで、これ本当にさっきも言ったことですよね。脳が弱っている時はですね、どうしても計画立てたりとか、問題を解決したり遂行したりする能力がどうしても弱ってしまったりしますので、今までやってきたことができなくなるということも特徴ということになります。これが3つ目なわけですね。で、これ注意が必要なのは、新しい電子機器とかは、まあそれはね、別にある程度年齢を重ねてなくても難しかったりするので、例えば新しいものを買って、それがなかなか操作できなかったりとか、あるいはちょっといつもと違う操作っていうのをしなくちゃいけないときに、例えば電子機器だったりとか、あるいはスマホとかでそういうものが使えないとか、まあ、そういうことで即脳が弱っているということにはならないんですけど、やっぱり要注意なのはこれまでできたことが急にできなくなったりすることですよね。例えば運転に対しての問題が生じることはとても有名ですよね。運転もいろんな能力を使いますから、まあ、そういう運転ももちろん慣れてれば問題を起こさないんですけども、しかしそういった慣れた作業でもいろんな障害が起きてくるのが脳が弱っている時の特徴ということになります。あとは買い物のリストっていうのを、これを買わなくちゃいけないみたいなものを上げて、まあ、それを整理したりするとか、そういうのが難しくなりますよね。だからこういうところでよく付け込まれますよね。いろいろ物を買わなくちゃいけないということに関しての管理というのがちょっと曖昧になってきたりしますので、そういうところで結構悪い人たちはご高齢の方にいろんなものを買わせたりするようなことがありますけども、買い物リストっていうのをちゃんと整理したりするのが難しくなったりというような特徴があります。あと普段ねやってきたこと、例えばご高齢の方でもね、麻雀好きな方とかいますけど、前はできた麻雀が突然できなくなったりとかね、まあ、そういうようなおなじみのゲームのルールとかっていうものを、まあ、しっかり守ったりすることができなくなるというようなこと、こういったこともまあ、ちょっと脳が弱っている症状として挙げられます。こういう症状がある場合は注意が必要ということになりますよね。で、4番目なんですけども、4番目は時間と場所の混同なんですね。
もうだんだん私たちは時間、場所、人の感覚というのが、まあ、年齢とともに多少そういう記憶とかが弱くなってきますけども、脳が弱ってくると、もともと知ってるような場所に関して曖昧になってきますし、もちろん時間の感覚というのも少し曖昧になってきます。で、時折、あれ今日何曜日なんだっけみたいな感じで、そういうふうに忘れたりするということ、これ自体で即脳が弱っているということにはならないんですね。そういえばあれ、あの場所どこだったっけって言って、あの場所があることは分かってるけど、なかなかその場所が思い出せない。まあこういうものが単発であったりとか、頻繁にじゃなければあまり大きな問題はないと言えるんですけども、しかし、まあ本当に脳が弱ってくると、一体今がどの季節なのかとか、日付の感覚とか、あるいは場所の感覚がかなり弱ってくるということになるんですね。で、特に一番最初のお話でもしましたように、割と昔のことは覚えてたりそれでもするんですけども、まあ、最近のことになると特に新しいことを覚えたりするのが難しくなるというのが脳が弱ってる、まあ、一つの特徴になりますので、特にこういった曜日、こういった日付とかですね、場所みたいな関する感覚が曖昧になってきたりします。そういうのが頻繁に起きてくるということなんですよね。ひどくなってくると、今どこなのかっていうのを突然見失ったりするわけなんですね。まあ、だから、まあ、割とね、例えば認知症が進んだような方、例えば徘徊したりして、あるいは迷子になったりしますけど、私たちは当然脳が別に弱ってなければ、そんな迷子にはならないわけなんですけども、プロセス、この短い間のプロセスというのを忘れるので、突然自分が全く知らないような場所にいるように感じてしまうわけですね。本当にね、そういう立場になって見たことを想像すると、本当にこれは大変なことですけどもね、こういう場所とか時間に関する感覚というのが、まあ、結構曖昧になってくるようなこと、これも認知症の特徴としてあります。なおちょっと余談なんですけども、もうこういう変化が急に起きているような場合、まあ、特に入院などを契機として、何か病気などを契機として入院して、急にそういう変化が起きているような場合というのは、これは認知症じゃなくて専盲の可能性もありますので、すべてがすべて時間や場所の感覚が曖昧になるのが絶対に認知症だということはいけませんから、こういう症状というのが頻繁に現れる、あるいは急に現れたときは、これはやはり医師に相談した方がいいと思います。はい、で、5番目なんですけども、5番目は、これはちょっとね、脳が弱っている症状としては意外かもしれませんけども、視覚の変化なんですね。見え方の変化ということになります。これは単に視力が落ちるということじゃないんですね。まあ、そのため、例えば白内障とかになって、ちょっと見づらいとか、そういうものはもちろんその範疇に含まれません。実際、白内障などの場合は手術をすることで劇的にね、良くなったりすることがありますから、症状がある方はよくね、眼科医などと相談していただきたいとは思うんですけども、まあ、やはり見え方ですね。基本的にそういう認識、脳が弱ってくると変化しますので、見え方が変わってくる可能性があるんですね。実はこういう視覚の変化というのも、アルツハイマー病の一つの特徴だとも言われてるんですね。バランスに関する感覚というのが少し弱ったりとか、あるいは読みづらくなったりとか、距離の判断とか、色のコントラストとか、実は意外にこういう視覚に関わる領域というものも、以前と変化してきていると、例えばアルツハイマー病などになった場合はそういう変化が起きるということが言われています。脳が弱ってもそういう症状が起きることがあるんですね。そのためね、まあ、先ほどまで挙げたようなことも運転に関しては危険なんですけど、実は距離感が測れなくなったり、物との距離感が測れなくなったりとか、まあ、そのような視覚の変化も実は事故とかに関係してくる、まあ、転倒などとも関係してきますけれども、まあ、このような実は視覚の変化、まあ、自分自身が今までと同じようにやっていても、なんかこう見え方がこう違ってしまうし、今まで問題を起こさなかったものがいろんな問題を起こしてくるような場合、こういう場合は脳が弱っていることも検討しなければいけないということになります。意外にね、この視覚の話ってこうよく知られてないところがありますから、知っておくだけでも違うと思います。で、6番目なんですけども、6番目は、話すことと書くことが今までと同じようにいかなくなるということなんですね。で、もちろん、なんかね、特定の単語を忘れちゃったりすることってこれ誰でもあると思うんですね。私すらもありますので、まあ、あの言葉、ぴったりの言葉が思いつかないみたいな場合っていうのは、まあ、これはね、単発とか時折だったらあまり問題にはならないんですけども、そういうことすらも問題と感じなくなってくるというのが、やはり脳が弱っている特徴ですよね。特に今まで普通にしていたことができなくなるということが要注意にはなりますので、今まで普通に話したりとか書いたりしていたのが、突然そういうことができなくなると。やはり物事っていうのを計画したりするということがだんだん難しくなりますから、書くというのもね、いろいろ計画しないと書けませんので、まあ、少しそういうところが弱ってきたりするような場合というのは、脳が弱っていることを考えなければいけないということになります。例えば、会話の中で突然止まっちゃって、どう続けるのかわからなくなったりと。なんか言葉が思い出せないんじゃなくて、もう会話自体が止まってしまったりという場合ですよね。そういうのが頻繁に起こるような場合というのは注意が必要だと言われています。あとは同じような話を何回も何回も繰り返すってことですよね。
あとは今まで普通にかけていたものがかけなくなったりと、そういうような変化があるような場合は脳が弱っていることを気にしなければいけないということになります。で、7番目なんですけども、7番目は物をなくすということなんですね。で、もちろん、物をね、なくしたりすることって誰でもあると思いますし、まあ私もあると思いますけど、大体はそれを終えるわけですよね。なくしたとして、いつどこでなくしたのかということを類推することはできますけども、先ほどもお伝えしましたように、短期記憶というものが結構弱ってくると、そういうものが割と抜け落ちがちになるので、そもそもそのステップをたどれないという場合があるんですね。突然、まあ、亡くなってしまったように感じる。だから結構泥棒されたっていう風になって家族とトラブルを起こしたりすることがあるんですが、追えないんですよね。突然どうして亡くなったのかがわからない。このステップすらも喪失してしまうというのが、この脳が弱った場合の物忘れ、物をなくしたという風な思いの時の特徴ということになります。まあ、そういう状況なので、異常な場所に物を置いたりするようなことっていうのも特徴なんですね。なんで、まあ、気がついたらなんか変なところにばっかり物があるような場合、そういう場合というのもちょっと注意しなければいけないということになりますよね。とにかく本人としては突然亡くなったように感じる。しかも、いつ、どのように亡くなったかということに対して全く想像がつかない。まあ、そして多角的にはね、周りから見ていて気がつくのはそれを人のせいにするみたいな、こういう症状があるような時というのは注意しなければいけないということになります。はい。で、八つ目なんですけども、八つ目は判断力の低下なんですね。ただこれは例えば定期的に車のオイル交換をしたりしなくちゃいけないのを忘れるとか、そういうものが脳が弱ってるということにはならないんですけども、例えば、まあ、よくあるのが自分の身だしなみですね。身だしなみに関する判断が低下したりするということがあります。なので、だんだん脳が弱ってくると自分の身だしなみとかに無頓着になってきて、ちょっと以前と比べると服装がちょっとこう、変化したりとか、身だしなみにあまり気を使わなくなってですね、前はしっかりお化粧されていた方が急に全然しなくなったりとか、そういうところで気がつかれるということがありますよね。そういう意味で、この判断力、身だしなみとか、服装とか、そういうところからも判断される判断力の変化ということは注目されます。あとはお金にまつわる判断力も低下すると言われてますよね。それが故に悪い人はよく認知症の方からお金をかすめ取ろうとするわけなんですけども、まあ、お金の使い方とか管理というものが、まあ、極端に前と比べると変わったりしますので、まあ、そういうところをね、悪い人も分かってますから、そこをつけ込んでくるわけなんですけども、お金に関する判断力とかの変化なども証拠として一つあるわけですね。はい。で、9番目なんですけども、9番目は、今までできた仕事とか、そういうものをやめてしまうということがありますよね。まあ、これも、例えばね、個人差があるので、もともとあまり働くことに興味がない方とか、できれば働きたくないみたいな方が、その延長線上で仕事を辞めたりするということは、これはね、自然な性格とか、あるいは思いの変化ということが考えられるわけなんですけども、そもそも、例えば脳が弱ってくると、人と接したりするというのが、ちょっと大変になったりとか、人と接することができなくなってくるわけですね。うまく接することができなくなってきたりします。そういうことで仕事をするのが困難になって辞めるというケースがあるわけですね。コミュニケーションが難しくなってくるため、そういった仕事などを続けるのが難しくなったりと。これが脳が弱っている兆候の一つと言われています。重要なのはこれまでとの変化なので、これは仕事に限らず、例えば趣味とかの集まりもそうですよね。今まで積極的に参加していたものが、もともと参加しない人がずっとそのままというのは、それで即変化というものを疑うようなことにはならないんですが、もともと仕事とか社会の活動とかですね、そういうものに熱心に取り組んでいた人が人とうまく接することができなくなったりとか、その他いろんな変化でですね、急にそういう仕事とか社会活動というのをやめてしまったりとか、そういう場合に、まあ、もしかすると実は脳が弱っているという兆候が隠れている場合もありますので、これまでと大きな変化というのができてきているような場合、自分でも説明しがたいけれども何かそういう場合がある。もちろんしっかりとした理由がある場合は別ですけども、なんかいろいろこれまでできていたことが遂行するのが難しくなって、仕事とか趣味の集まり等でやはりそういうのがうまくいかなくなっているような場合というのも、脳が弱っている可能性というのを考えなくてはいけないということになります。もちろんね、今まで十分やったから
まあ、次の人生を考えたいとかそういう場合はまた別ですけどもね、そういうことは関係なく今までと同じようにやってるんだけれどもうまくいかないというような場合というのはちょっと考えなければいけないということになります。もちろんそういう場合はね、まあ、単に脳が弱ってるばっかりじゃなくてうつ病などになってる場合もありますから、特にね、まあ、あまりこう気持ちのせいだっていうふうに決めつけないで不調があるときは早めに例えば心療内科とか精神科に相談したりするのも一つの方法だと思います。はい、で10番目なんですけども、10番目は気分や性格の変化なんですね。いや、もちろん気分や性格もね、人というのは変わるものですので、別にそれ自体が即異常ということにはなりません。例えばよくあるのは、一般的に年齢というのを重ねてくると、物事がこういうふうにやるっていうようなやり方がある程度決まってる場合もありますから、ルーチンを乱されたりすると、それでイライラしたりするということは、これは決して異常とは言えないんですね。それでちょっとね、こう、だんだん、まあ、怒りが抑制できなくなってしまうようなこうケースとかもあるので、あまりそういうのを、まあね、自分自身でもコントロールできなくなるようなことが頻繁になってきているような場合というのは、ちょっと脳が弱っているのではないかということを注意しなければいけないんですが、もともとこういうふうにやるって決まっていることを邪魔されるのは、結構これはイライラするっていう十分な原因になりますから、それ自体が即脳が弱っているということにはなりません。しかし、これまでと同じように生活しているにもかかわらず、すごくこう簡単なことで例えばパニックになってしまったり、ものすごいこう喜怒哀楽が激しくなったりと、もちろんこれはね、先ほどお伝えしたようなうつ病などが隠れている場合もありますけれども、生活上の変化がないにもかかわらず喜怒哀楽が極端に激しくなったりとか、まあ、すぐパニックに陥ったりとか、そういう場合には実は脳が弱っているという背景がある可能性がありますので、やはりね、まあこれ脳が弱っている弱ってないにかかわらず同じようなことでもすごく感情を乱されるようになってきている場合というのは、何らかいろんな原因を考えねばなりませんから、そういう場合はやはり心療内科や精神科に相談していただくということが大切だと思います。で、中にはこれは別の動画でも解説してますけど、まあ、実は体の原因で脳が少し変調をきたしたりするようなことがありますので、そういう意味では絶対メンタルの問題とも限らないですから、まあ、やはり何らかの不調が続くような場合というのは精神科ばっかりじゃなくてですね、内科に受診したりしてちゃんと診断をしてもらうということ、もちろんね、異常がないと分かる場合も多いですけど、まあ、何か原因が潜んでないかということをチェックしてもらうということ、これはとても重要だと思います。結構人間が人間たる、まあ、重要な脳の部位として前頭前野というのがあって、まあ、特に前頭葉というのは重要なんですね。まあ、何か私たちは衝動というものを、動物は動物ですけども、そこら辺の動物と違うのはしっかりそれをコントロールできるところに、まあ、人間が人間たる重要な要素があるわけなんですけども、まあ、その重要な脳である前頭葉、前頭前野、こういったことが、まあ、例えば加齢とともに、まあ、少しね、例えば機能というのが変調したりすると、それで感情というものをうまく制御することができなくなったりしますから、まあ、もちろん前頭に変化を生じたりする前頭側頭型認知症という病気もありますけど、それに限らず加齢とともに、まあ、少しこういった前頭前野の機能というのは変化すると言われてますので、まあね、もちろんね、なかなかこれしょうがないことなんですが、だから自分自身でもどうしようもないぐらい、あるいは周囲が見てても、まあ、以前とはもう全く違うぐらいに感情というのを、まあ、うまく制御することができなくなっているような場合、こういう場合も、まあ、一定の注意が必要だというふうに考えられますよね。はい、以上のようになります。では、まあ、こういった脳の弱るのを、まあ、どういうふうに予防したらいいのかということなんですが、ひとたびこれらの症状というのが出たら、まず早めに医師に相談していただくということはとても重要ですよね。もちろん何ともない、まあ、普通のね、自然な変化である可能性もあるんですけど、中にはいろんな認知症とか他の動画でも挙げたような原因というのが潜んでいる場合がありますから、そういう場合というのは原因によってはちゃんとそれに対して対処することによって改善したりすることもあるんですよね。それではここからどういうことに気をつければ脳が弱りにくくなるのかと、そういう話をしていきましょう。こういうふうにならないにはどうしたらいいのかということなんですけども、これはやはりいくつか対処法というのがあって、重要な点3つありますけどね。例えば生活で言えば、いろんな新しいことに取り組むようにするということは重要ですよね。どうしても同じことばかりしていると、人というのはだんだんメンタル面というのは加齢とともに少し変調してくるということが言われてますから、まあ、できるだけ新しいものに取り組み、脳に刺激を与え続けるということは、これはとても重要なわけですね。これは一点としてありますけれども、あと二つ述べますけれども、一つは、これは食事ですよね。はい。認知症になりづらくなる食事というのがあるということが知られています。有名なのはマインド食ですけども、他にも高血圧のための脱脂食とか、あるいは地中海食、こういった食事というのは認知症に対して保護的に働くということが知られています。まあ、具体的にはぜひ他の動画でかなり詳しく解説してますので、まあ、そちらをご覧になっていただければと思うんですけど、基本的に健康にいい食事ですね、こういったものをすることが脳に対しても影響を与えて、脳の機能というのが弱ることから私たちを防いでくれるということ、まあ、これが期待し得るものだと考えられます。で、もう一つ、やはり重要なのは運動ですよね。
はい、運動というのも脳の機能を低下させることから私たちを守ってくれるということが言われています。なんで体を動かすことが、脳に影響するのかということなんですが、私たちの体はいろんな微妙なバランスで成り立っているわけですよね。なので私たちはもともとこの人類というものが発生して今までですね、基本的に動かないと死ぬようにできてるんですよね。ところが最近は別にあまり動かなくても生活できるように、幸いにして世の中ではなりましたけど、昔は当然動かなければ早く死が訪れたわけであって、私たちの体はその長い歴史に適応してるわけですね。そういうのもあって動かないようにできてないわけなんですね。で、もちろん例えば運動したりすることがメンタル面にもいい影響を与えることは知られてますが、これはもちろん脳の機能が低下することを防いでくれるということが知られてるわけですね。例えば男性だったら有酸素運動をちゃんとしている群とあまりしてないような群というのを比べると、やはり有酸素運動をしっかりしている群の方が、これは散歩とか歩行とかですよね、そういう習慣というのがしっかりあるような人の方が認知症になりづらいというような、そういう結果というのが出ています。女性の場合というのは割とそれよりもですね、有酸素運動も重要なんですが、代謝と関係しているということが言われています。代謝が基本的にはいい方が認知症になりづらいということが言われていて、これはいろんな関係も多分あると思うんですね。というのは筋力とかが例えば弱っている人は転倒しやすくなったりとか、副次的な要素でより認知症を招きやすくなったりする可能性というのがありますけれども、ただ基本的に分かっていることとして、観察的なものとしては女性の方ではしっかり筋肉量などが保たれている方が認知症が少ないと、そういうデータがあるわけなんですね。そのためしっかり運動を、これはただ男性女性限らずですね、しっかり有酸素運動をして、しっかりこう筋肉を刺激してあげて筋肉量が落ちることを防ぐということは、これはとても重要なわけですよね。で、こういった食事とか運動というのは、もちろんそれ自体も脳に対していい影響を与え、脳の機能というのが低下することを防いでくれるということが言われてますけど、他の病気を介して、脳を弱める病気いろいろありますけども、もちろん脳血管疾患など、脳の血管が詰まるような病気とか、脳の血管が破れるような病気、そういうような脳血管疾患というのを起こすと、もちろん脳の、加齢ですね、脳の障害というのが一気に進みますので、できるだけこういうものを防ぐということが重要で、そのために食事や運動が大事なんですけども、あるいは、胃型の糖尿病とかですね、脳に影響を与えるような腎臓の病気とか肝臓の病気とか、そういったものをいろいろ食事とか運動が関係しているものがありますので、ぜひ他の動画も参考にしていただいて、病気になりづらい食事とか運動、そういうのを考えていただくととてもいいと思います。で、よく誤解されるんですけど、いや別になんかそうやって無理に長生きしても意味がないというふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけど、重要なのは質なんですよね。だからもちろん私がこう一番大事にしているのは、もちろん長さっていうのも短いよりはもちろんある程度あった方がいいと思うんですけど、それより私が気にしているのは生活の質なんですね。例えば病気になってしまって非常にいろんな機能というのが低下してしまうと、日々生活したりするのが大変になりますので、生きている時間の間のこの質というのが大きく変わってしまいます。そういう意味でも食事や運動に気をつけていただくということ、そして新しいことにチャレンジしていかないと、どうしても人というのは加齢とともに、少しずつね変化してしまうというのは、これはやむを得ないことなんですが、そういったものがより早まったりするリスクがないとは言えませんので、新しいことにチャレンジし、そして食事や運動を見直していくということ、これが単に長さというよりはその生活の質ですね。この質を低下させて人生が辛くなるようなことを防ぐことから役立ってくれると思いますので、ぜひ今日の動画を参考にですね、脳を弱めない習慣というものを身につけていただいて、そしてもしこういった挙げたような脳が弱まっているんじゃないかということを案ずるような状況が生じたら、早めに医師に相談していただくのがいいと思います。今日の動画は皆さんの脳の健康に役立てば幸いです。皆さんがぜひ脳の健康のために取り組んでいることとか、あるいはちょっと自分自身が脳に関して最近と変わったかなみたいなことがあったら、あるいは今日挙げたような内容で当てはまるような方があったら、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。ご自分の近しい人で同じような経験があったら、ぜひお伝えいただければと思います。皆さんのご参考にもなると思います。体験だと本当にね役に立つんですよね。これからも役立つ医学医療情報をお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧になってください。緩和ケア早期から。それじゃあ皆さん、また。